はい、紙の小さな博物館、今日はパート24で、映画チラシのナンバー15いきます。で、今日の紙のお宝です。これはね、僕は小6か中1の時買いました。で、小6か中1でこの大判サイズの漫画を買うっていうのがなんかちょっと恥ずかしかったんですよね。別にエッチなのことが書いてあるわけじゃなかったんですけど、はい、大友克洋のドームです。帯もついてますよね。で、もちろん初版です。これはちょっと漫画の革命でしたよね。はい、では始めます。インシディアス、面白かったっていうか怖かったですね。とか僕はこういう上品なホラー大好きです。はい、サラの鍵で、こちらキャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャーの、デザイン違いですね。はい、スリーデイズ、この頃のラッセル・クロウめちゃ太ってましたね。まあ今もですか。はい、多条丸、これは今となっては大人気の田中圭が初期の頃出てましたよね。はい、ゲーテの恋、はい、これトワイライトの、ポストカードですね。ココシャネル、はい、チームバチスタファイナル、ケロベロスの肖像、はい、世にも奇妙な物語、映画の特別編、こんなのあったんですね。はい、ノーイング、いい映画です。これもデザイン違いですね。クリスマスキャロル、ガイドブックです。はい、ニューヨーク心霊捜査官です。さまよう刃、僕こういうの見れないんですよ。娘がなんかレイプされて殺されたとか、そういうのどうもダメでね。アダルトビデオとかだったらいいんですけどね。はい、バラッド、名もなき恋の歌、これ原作クレヨンしんちゃんのね、あの戦国もんですよね。はい、これ48時間のビデオのジャケットです。はい、上海です。これはロードショーの付録のカレンダーですね。フィービーケイツとこの頃ジェニファーコネリーがラビリンスとかで人気だったんですね。はい、ハウスメイド、韓国かな。ダンバインの、聖戦士ダンバインの、ビデオのジャケットです。これそんな彼なら捨てちゃえば嫌ですね。はい、アトムのチラシです。ガンダムナラティブです。結構面白かったけど、主人公がちょっと変わった顔、チャラい感じ のデザインでしたね。アベンジャーズインフィニティウォー、最強の終わりへ、ヤマト2202、愛の戦士たち煉獄編。はい、これはアベンジャーズ特集のエンタミックスっていう冊子ですね。はい、映画プリキュア、ドリームスターズ、インディ・ジョーンズ最後の聖戦、ツインピークスのガイドブックです。はい、スタローン対デニーロ、リベンジマッチだそうです。ちょっと見てないね。はい、竜とそばかすの姫、なんかこれ賛否両論ですけど僕は好きです。はい、サニー、強い気持ち、強い愛、うん、いい映画でしたね。なんか韓国の映画の、リメイクみたいですけどね。はい、ボヘミアン・ラプソディ、はい、いい映画でしたね。アントマン&ワスプ、はい、ナルト疾風伝、ナルトシスって書いてありますよね。8、約束の犬、ヤマト2205、新たなる旅立ち、全勝です。それでも生きろと。はい、これは、スパイダーマンの、これはアメージングかな、ポストカードですね。はい、でエンジェルウォーズのなんかこれよくわかんないけどキャンペーンの紙、なんでこんなのなんだろう。あ、これね、スカイツリーの映画があったんですよ。で、それでもらったんだと思います。はい、グラントリーノ。これは、学校の階段3の下敷きです。デューン、砂の惑星。リメイクの方ですね。こういうの、なんか最後の映画嫌ですね。菅さんいい人だからね。はい、パンケーキを毒味するだそうです。こういうパンケーキとかなんかそういうね、レッテル貼って、イメージで人を貶めようとするんですよね。はい、ギャング・オブ・ニューヨークの、テレビ太郎っていう雑誌の、カレンダーですね。はい、これ宇宙戦艦ヤマト2199を見た時になんか毎回こういうね、冊子をもらったんですよね。
はい、ケロロ軍曹3、ケロロ対ケロロ天空大決戦であります。これなかなか傑作でした。はい、ハリーポッターと謎のプリンスの小冊子です。これわかんない、イオンモール日の出の、映画キャンペーンです。でこれはモンスターズユニバーシティのステッカーです。ハンターハンターヒーローの幻影ファントムルージュって読ませるみたいですね。はい、これはシャッターアイランドの、小冊子ですね。こう開くとこうなってます。これはロードオブザリングの、小冊子です。これは何だろう、かわいい、あ、これか、これはね、なんだっけ、ライラの冒険です。で俺の大好きな、ダコタ・ブルー・リチャーズです。超美少女です。これ裏側ですね。はい、これは踊る大捜査線ファイナルです。新たな希望、ツインピークスのビデオのジャケットです。僕たちは世界を変えることができない、これカンボジア舞台みたいですね。これなんだろう、あ、トラフィックって映画の、向こうの新聞っぽい広告です。アニメゴジラ決戦機動増殖都市、結構面白かったです。1作目とかはダメだったんですけどね。これ2作目だと思うんですよね。2作目はまあまあ面白かったです。はい、13人の刺客、面白かった。はい、シャマランのエアベンダー、物議をかましたなんか変な映画でした。エクスペンダブルスの1のチラシです。でデザイン違い、アウトレイジ、これが、実写のキムタクの宇宙戦艦ヤマトです。デザイン違いです。アイアンマン2のチラシ、アデル、この人ねおっぱい見せてくれるんですよね、映画の中でちょっと嬉しかったです。パートナーズ、ザ・エッグ、ロマノフの秘宝を狙いです。ボーダー、まあこれはね名作ですよね。はい、第9地区エビのエイリアンです。シャッターアイランドの、新聞めかした広告です。謎解き新聞って書いてありますね。はい、タイタンの戦い、インしてみる7日間のデスゲーム。はい、こちら、パリより愛を込めて、レッドライン、これ確かキムタクが声をやってたと思います。はい、ヤギと男と男と壁と、変な題名です。はい、ナイト&デイ、20th century woman、 いい映画でした。はい、最後、ワンダーウーマンの小冊子です。ワンダーウーマン1はすごく良かったですよね。2がいまいち物語的に失速してありました。以上です。